これたくさんあるんですが、まあこれはもう選手の偽らざる本当にその時の思いを込められている、まあ、お歌ですね。こういうのがあります。板月の身を横たえて道のため、三国のために二歩に編みたい。板月の身を横たえて道のため、三国のために二歩に編みたい。板月の身を横たえて伸び置きし、この物語月の地の死を、月の地の梅雨、月というのは随月、つまり森三郎先生そのものを指しているわけですが、まあ、大変あのこの霊界物語をご口実を始められたときですね、で大本の第一次断末というのが始まります。これはまあ大変第二次は本当に、まあ、第二次の方が、ね、スケール的に大きかったんですが、第一次件というのはこの綾の聖地、綾部の聖地の神殿が全部壊されます、まあ、第二次事件もそうだったんですが壊されます。で聖子はその壊される時間がですね、大正10年 10月の20日午後1時にこの神殿が壊されるんです。だからこの2日前から霊界物語の口実を始められていますが、第1巻の序文、序というのはなんとこの日付が大正10年10月20日午後1時と、それは神殿が取り壊される時間なんですね。ですから本当にまあ、これは神様の押し組みとはいえど、まあ、聖子様にとっては大変精神的にもですね、肉体的にも大変な時期だったろうと、そういう中でこの霊界の方がね、本当の、まあ、天の親神のメッセージをですね、残しているという不退転のお気持ちでこの霊界の方が講説が始まります。ですからこの森三郎先生のずっとこの系譜を追っていきますと、例えば、大正10年10月18日から霊界物語が口実されたというのは、偶然その日がたまたまその日になったんじゃなくて、神界からすでにプログラムされたその日にこの霊界物語がですね、やはり表に出るように仕組まれていたということです、ね、この霊界物語をずっと学ばせてもらうとですね、そのことが言わず語らずのうちに伝わっている、まあ、本当に不思議な仕事です。まあ、私は、まあ、本当に今の日本も世界も大変な時代を今迎えつつありますが、この新約というのは神聖成就という、神聖と神の祭り事が完成する、成就する神聖成就で、聖子様はこの神聖成就は、すでになされたということをこの48巻に書いてあるんですね。ですがこれをずっと何名か読んでいますとですね、あ、これは神界の神聖成就が完成したんです。それがやがてこの限界に移っていく、その限界の神聖成就というのはやはりこの神の言葉を我々が聞かせていただいて、自分の魂に染み込ませて、一人一人がやはり自立してですね、やはりこの世の救済に立ち向かって立ち上がるときに、初めてこの限界の神聖成就というものがなされるんだと思います。ここにこういうふうに書いてあります。これは、48巻、さっき言いました、いろは48文字の48巻ですね。48巻は完成、それにふさわしいところがして、その中に西洋語という章がございます。ここにですね、もう本当に何て言うかな、凝縮したようなことを聖子様がお示しになっていらっしゃいます。ここをずっと読めば本当に素晴らしいところなんですが、ここに書いてます。ここにおいて神は
時期を考え、二六を世に下し、全天界の一切をその腹中に泰造せしめ、これを地上万民に諭し、天国の福音をうばらにつばらに示させたまう、二六の御代が到来したのである。つまり神様はある時期を考えるんですね。その信じを下す信心を選び定めて地上界に下ろし、そしてその人の腹中、まあ、お腹の中って言うんですけど、前例にその神の言葉を宿して、そしてその地上の万民に御諭しを出す。諭しっていうのは神の言葉の諭しですね。つまり天国の福音をいばらにつばらに完全に詳細に伝える。そしてそのことが弥勒の世が到来したという証になる。ですから新海では弥勒の世のもうプランニングができる。その言葉も下ろされる。あとはそれをどう我々が受け止める。そして私たち一人一人の中に天国浄土をやっぱ開いていくか、そこがやはり一番の鍵だし、そのことによって初めてこの神の御諭しというのは広く万民に述べ伝えられる、まあ、そういう力強い動きが出てくるものだと思います。まあ、今日は限られた時間なのでですね、本当に端折ってしまって申し訳ないんですが、皆さんの資料の中にこういう日文先生の資料と一緒に入っていますが、日文先生の資料は番号が打てないんです。123で私のは番号が打てない。ちょっとメモすぎればよかったんですけどね、まあ、慌てて資料を作りましたので、こういう裏表になってます。でこれはですね、55巻、霊界物語の55巻、まあ各地で勉強会をさせていただいてますので、昨年の11月、まあ、12月にはこの資料を使わせていただきました。重複をしているということは、ああそれは聞いたよと思っていらっしゃる方もあろうかと思いますが、まあ、もう一度ですね、初めて行く方もいらっしゃるのでお付き合いいただきたいと思います。これは55巻の序文です。出口読三郎全集の中に収録されてまして、そこの中にはタイトルが新書の光というタイトルで出されています。新書と神の国、神の書というんですね。でこれは先生様がですね、ご口実ですから全部語るわけです、ね、自分で文章を作りになるわけなんですね。そしたらね、この40文字目でこの首がちょっとこう締まるような感じがしたんだということを、確か新月の陰に書かれていたのに、それでこの当時転生社の、転生社という印刷会社が大元にありまして、現在もありますが、そこの職員さんにこれを40文字、1行40文字で書けるようにおっしゃって、1行40文字で配るんですね。でこの文章は一つの句読点もない。句読点、点や丸がありません。初めから裏側を見ていただくとぴったし噛みながら間違いません。ぴったしで終わるんです。そうしますとですね、40文字で組んだら柱に一つの文字が現れる。頭の一行ですね、読むと、明治31年、如月9日高熊山の修行より、本年大正12年、正月18日まで満25戦争を経たり、霊界物語の後日開始より、15ヶ月着手、日数は200日にして55年を終わり起こったんですね。まあこのそれもそうなんですが、この内容、私ね、この内容を書いてて、ね、初めはこれで、ね、なかなか難しい言葉でいっぱいあるんですけど、私はもう自称を重ねにしながらですね、苦戦苦闘しながらこの歌詞を勉強したことを未だに覚えています。でこの頭の一の中でですね、見ていただくと修行というのが、修行、表の修行、
それずっと最初からね、自分とこう一緒に皆さんと学ぶと大変いいんですが、これやってるともう時間が来てしまいますので、端折りながらやらせていただきます。行して紳士となることをあたわずとも、まさに無常の心身を起こし、ひたすらに天地の大祖神を祈願し、真心より火星的善行を修して、再会を無事し神の聖者を混入するのを一旦に使え、真摯に御食を心より供養し、神王福を祭り、灯火を献じ、頼朝を創上し、神の御前に拝きせば、天界に生まれしめたまわ、根性は言うもさらなり、来世に至りて知恵昇格を全うし、来世と徳に重して身に光明を放射し、長年の親しき第二の天国に安住しうべしとなり、つまり天国には最王天国、まあ、第一天国、第二天国、中間天国、第三天国、下層天国、この三つの領域に分かれているということを示しているわけですが、ここには、まあ、行してというのは、聖様みたいに高倉山で修行してですね、神の使いに会うということはなかなか至難のことだと我々は言うの一つなんですね。で、行して神となること、当たらずとも、それができなくとも、この天地の親神、天地の親神をしっかりお祭りしてですね、そして、神の社を建てるときには、ね、寄付をしたりですね、貢献をして、そして御神王福を祭る。御神王福っていうのは、この神明、神様の皆を書いた一つのお軸とかですね、いうものをかけまして、その神明を唱える。神号、神の号、号っていうのは、これは略した字で、本当は、この号の横に虎がつくんですね、虎。虎が吠えてる姿が号に。うわぁ。だから、大きな声で神の皆を唱えるのが、神号です。そうして、神様の前に、神様の御前に、灯火を献じる、お明かりをあげる。そして、頼朝を創上する。そして、神様の御前に拝祈する。転がる。そういう心になったら、根性は言うもさらない。生きている今も神様から知恵昇格を与えられているんですね。この身に、私たちの身体から本当にこの光り輝いてくる。そして、第二の天国に安住することができる。またその続き、また十方世界の諸天神明にして指針あって、天国浄土に大往生を遂げると欲する者は、たとえ諸々の功徳をなすあたわずといえども、常にこの物語を信じ、無常昇格を得て、ひたすらに現随二心を一意専念せば、神徳いつとなく身に具足して、現有領海に領海ともに完全実足の障害を楽しみ送ることを嬉しい。という。ですから、我々人としてですね、まあ、大往生というか、天界に帰らせていただきたいと思うときは、本当にいろんな功徳はね、十分できない人生だったけど、この神の言葉である霊界の物語を信じて、無常昇格、まあ、正しい悟りをですね、得るという昇格。そしてひたすらに現随二心を一意専念する。現随二心というのは、天地の親神のこと。天地の親神様をいつも念じていれば、いつとなく身に、この神徳が身につくんだと。頭でこう覚えなくちゃいけないことになって、やっぱりその魂で神様にお迎えするときに、知らず知らずのうちにですね、神の御言葉が私たちの魂の中にだん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 と染み込んできて、それが身についてくるようになる。そしてこの続きはですね、この深淵なる距離を深海し、歓喜し、侵略して疑惑せず、二心を立ち、ひたすらに心境と心情を信じ、
死生一貫持って天国に復活せんことを願うときは、臨終に際しまさに夢のごとくに現実入りし、すなわち実月の神を立てまつって、死に至楽の第三天国に復活せし、決心の信心によりて知恵昇格の光明を送ること、第二すなわち中間天国の天人のごとくなる、なるべし。つまり月心というのは水の御霊、つまりこの自霊心の性質ということですから、この霊界物語をですね、本当に疑惑せず信じてこのご神徳を得たならばですね、第二の天国にみんな登ることができるんだということをですね、もう神の新約なんですね。まあこれはずっとこの霊界物語をこう賛美する言葉で出ておりますが、この裏を取ったら見てもらいます。裏を取ります。この登ることは頭ずっていうね、口実開始の術の下の方に、ああ、うまい頑固なる人間地を開きて、最後第一の展開は言うもさらなり、せめて第三の仮想展開の消息を悟らしめ、無限絶対無心無臭の新曲によくせしめんとする個人の苦中、いつの世にかこの目的を達し得に、口実開始よりすでに15ヶ月、いまだ真由に目覚めたる人士の極めて少数にして、たまたま信ずる者あるも、もとより情報の人にあらざれば、わずかにその門口に達したるまでの状態である。ああ、いかにせん、心象33層を無理したまえる完全音菩薩、最小妙如来の道家の水の御霊の千遍万化の大活動、阿那内経の大本弥勒の神器によって確実にその知恵を出せ、うんぬんと。こうこう、まあ、ここからも長いんで、あれですけど、要するに、この一人一人、我々人というのは、なかなかうまい方向なんです。なかなかその神様の御言葉を素直に、そうですかと聞かない。みんなも、何も仏もあるかと。わしの方が神様に近いんだというふうに満身してる人もいっぱいいるんです。だからそういう人に、この神の御さとしをね、知らしめたい。まあ、それが聖師の、まあまあ、ご指令だと。で、それをどうしても知らせたい。西洋天国、西洋天国ってこんな素晴らしい世界なんだよ。ね、それを知らせたい。だけど、なかなかみんな聞いてくれない。せめて天国の一番最下層の第三天国何とも知らせないという気持ち。で、このいるんだけど、この霊界物語をですね、口実してそのことを知らせたいと思って、さっき言って自分の知性のようなこの霊界物語を出して読んでほしいと思われるという、もう15ヶ月経った、口実して。で、なんと55編まで終わった。だけど、あんまり読んでくれる人はいないっていう、非常にこの聖師の、まあ、この残念な悲劇なんですね。そしてその後、たまたま信ずる者あるのもとより上根の人にあられば、わずかにその軽口に達してあるまでの状態になる。たまたまこのね、この神の御さとし、霊界物語に触れる人があっても、その人の魂がもともと上根の魂ではないので、やっとその軽口に達してあるまでの状態しか言ってないんです。本当はね、多くの人、やっぱりこの神の御言葉、神の御教えのもとに救済したいっていう、まあ、聖書の本当にこの並々ならぬ思いが出てるわけですね。そしてこの、その役割を果たせるように、33層に千遍万化しながら、まあ、この33層っていうのは、完全を菩薩で、身を変える、まあ、これは木の花姫の働き。まあ、巣の神様の一つの働きというんですね。そうして自分はいろんな手を変え、品を変え、いろんなことをやって神の言葉を伝えたいと思っているんだということをですね、ここにずっと書かれています。
当にこれを文章を読むとですね、申し訳ない、これはこんなに深い思いをですね、霊界のあたりを放出された、そしてしかも一人の魂の中に分け入って、そして本当の神の御里しを開かしてあげたいという、そういう思いに対して本当に私たちは向いてきてないな、だからこれは誰がいいとか悪いとかじゃなくて、私一人を、私の問題だ、まず私から始めさせてもらわないといけないんだなということを、つくづく今感じた箇所だったんですね。でこれはおそらく、ここに日付が大正12年3月5日9正月18日とこうなんですね。これはちょうどこの50年編を演じされたという日にちになる。まあ、これだけの、文章もさることだからし、これをこの日に口述されてですね、口述されたこの箇所だけじゃないんですが、ご口述ですから、で私にこれだけのものをね、作ってみろと分かるぐらいから、1章や2章、3章や5章、生まれ変わり死に変わりしてもこれだけのものはできこないですよね。やっぱり神の御里したんだな、神の言葉なんだな。だからこういう神の言葉に出会ったときに、本当にこの言葉に従っていけばいいという、ことを、つくづく、感じた次第でございます。で、霊界の物語というのは、そういうまた不思議な書物でありますし、それは私たち一人一人の魂の中に神様が入ってこられるか、先生はこうおっしゃっています。いろんなことを解き明かしたいと。読まない、読んでくれなかったら、あなたの魂の中に分け入って、この、御里しを伝えたいんだけど、伝えることができないじゃないですか。だって読まないことでは、自分がシャッターを落としてしまったらですね、神様が私たちの魂の中に入っていただくことができない。だから、これを拝読してほしい。そしたら、水の御霊はそのあなたの魂の中に分け入って、そしてこの本当に深い真相をですね、次第次第で伝えていくよ。だからいつとなくその神徳が身に付属していく、ついていくっていうのは、まさしくそこの経緯になろうかと思っています。ぜひお買いになりましたらですね、この55編の真相の中に一度でも二度でもですね、やっぱり何度も私も何度もやっぱり読ませてもらってます。また研修会を、今霊界物語の勉強会が、毎月15箇所か16箇所ですね、来ておりますから、11月、12月と2つに分けて回ったんですが、で各会場で、まず私は最初ここから入りました、11月12日。ですから少なくとも15、6回はですね、私自身は読ませてもらうわけですね。そうするとやっぱり何度も読ませていただくことによって、今まで分からなかったその行間のひだみたいなんですね、それがこう伝わり始めるんだな。だからやっぱりことをたまに出してやっぱり拝読させていただく、そのことによって神様は一人一人と魂の中にここに書いてあるように分け入って、そしてその真相、真を正しい悟り、昇格を伝えていたということになるんだというふうに思います。リーさん、会長は賛成です。今日はですね、今日明日と2日にあたっての研修会なんですが、結構盛りだくさんの行事でございまして、また今から龍木先生の話も聞かせていただきます。懇親会でですね、いろんな方にですね、スピーチいただいたりさせていただいて、和やかなこのね、私はやはり神様の御言葉というのは感謝と賛美が一番大事だと最近思うようになりました。ですから私はこの霊界物語「厚木」というのですね、やっぱりみんなが溶け込む、この神様の身胸に溶け込んでいくという、そういう雰囲気というものが、皆さんの力でこうできていくようになればですね、
先輩万家の活動をさせていただけるようになると思いますし、そしてこの日本も世界もですね、私はやはり変わっていく本当の魅力のよう新生上手がなされていくんだというふうに高く信じています、帝国になりましたのでこれで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。